いつもありがとうございます。ピヌさんです。勉強の時間がやってまいりました。今日、12、13、14回目になります。よろしくお願いします。いつもでしたら、リングフィットをやってる時間でもあるんですけども、直前におにぎりをたくさん食べまして、たくさんといっても、1.5個なんですけど、運動する感じじゃないので、勉強を、長くて1時間ぐらいね、やろうと思います。雲を愛する技術の続きですね。続き読んでいきます。あと、なるべく一発でこの動画がどういう趣旨なのか分かるような説明を入れようと苦心してますが、まだ試行錯誤中です。今後どうなるか分かりません。それでは、勉強していきます。40分くらい過ぎまして、今133ページまで読みました。ですね、まだ読んでられるんですけど、この動画シリーズのフォーマットを考えながら読んでたんで、なんかそっちでね、もうちょっと見やすい編集の仕方とか、サムネイルの方法どうしようかなとか考えてたら、集中力がなくなって、だというか、こんなことを知られないと言ったら言い方が悪いですけど、本を読んでる場合じゃないという気になったんで、この辺で一旦終わります。本のここまでの感想としてはね、読んでて当たり前すぎることに気づいたんですけど、この本基本的に雲を愛する技術なので、雲の本なんですよ。だからあんまり難しく考えなくてよかったのかなっていうふうに読んでて思って、だけど雲の数は十種運慶しかりすごい量があるので、ただ私生活の中で雲は雨雲、曇り空、晴天ぐらいの 違いしか分からず、またそういうね、朝焼け夕焼けが入るぐらいなんで、あんまり難しく考えなくて、こういう種類の雲があるんだなーって思いながら読めば結構気が楽になってきました。そして、著者の荒木さんがいかに雲が好きなのかっていうのは読んでて非常に伝わるし、その雲一個一個をね、こう細かい説明してくれてるんですけども、その最後にこう食べてしまいたいとか、中に入って深呼吸したいみたいなことを、こう割と独自の表現で書いてる部分があって、これは何でしょうね、分かりやすく言うとインターネット上でアニメとかアイドルを好きな人がやる表現に似た表現で書いてるので、なるほど、雲に対する愛情は伝わってくるなっていうのを、133ページ、今日読み始めが多分87か88ページぐらいだったと思うんですけど、50ページくらい読んでそう思ったところです。はい。ということで、今日はこの辺で終わって、このシリーズをどう見やすい形にするかな、ごめんなさいね。見やすい形にしようかなっていうのは、他のね、こう、プロのラジオ番組とか、実際の地上波の番組が、YouTube にね、ラジオ番組アップロードしてる例とかあるんですけども、ああいうところのサムネイルとかを、真似る形というか参考にして、ちょっと調整かけようかなって思います。なるべくね、もうシンプルに、なるべく負担のないような構成にしたいんで、まず分かりやすく作ってしまって、なんとかね、当てはめたいかなとも思ってるので、そういうふうな段取り考えようかなと思います。全くね、本と関係ない話になっちゃいましたけど。はい、ということで、今半分ぐらいですよね。133だから、残り200ページぐらいあるので、ゆっくり読んでいきましょうということで、今日はこの辺で終わります。またね、お会いしましょう。